日本東京都目黒区上目黒上目黒は東京都目黒区の地名。現行行政地名は上目黒1丁目から上目黒5丁目。郵便番号は153-0051。歌川広重目黒区北部に位置する。町域北部は目黒区青葉台、東山にそれぞれ接する。東部は渋谷区猿楽町に接する。南部は目黒区中目黒、有天寺。 ご本気にそれぞれ接する。西部は世田谷区、池尻、下馬にそれぞれ接する。東部では山手通りが南北に縦断している。また南部には駒沢通りが通っている。西部には野沢通りが通っている。他に地域東部には目黒川が流れている。東部の上目黒3丁目には東急東横線、地下鉄日比谷線の中目黒駅があり、駅周辺は 駅前の商業地が広がっている。また2003年からは、目黒区役所も上目黒2丁目に置かれている。他は主に住宅地となっている。2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は、2021年1月1日の工事地下によれば、 上目黒3の24の10の地点で93万1000円平方メートルとなっている。東部に東急東横線、地下鉄日比谷線の中目黒駅がある。中目黒駅は東横線の特急停車駅であり、日比谷線の始発駅でもあり、利便性が良い。他に、長域西部方向では、隣の有点寺駅が利用可能である。目黒区役所、ありがとうございます。